日本と中国と韓国の関係をどうするかと、まあ、いうことについて、3回ほど書きまして、多くの日本人といいますか、特に中国韓国に反感を持っている日本人が中国韓国をこんなことしてるこんなことしてるってバッシングをしてると。確かに中国も韓国もまあ結構デタラメなこと言ってるんで、まあ、しょうがないですけどね。まあ、これについてその元凶が朝日新聞にあると、もしくは我々自体にあると。まず朝日新聞が南京事件、南京虐殺事件とそれから慰安婦事件をでっち上げた。でっち上げたのは日本人だ。それから今でも満州国は侵略だとか、ハワイ、九州は、戦争が日本が仕掛けたんだと言ってる人もいるし、日本は別にアジア人と戦ったことないのに、中国人は白人側になりましたからね、別ですけども。かつなんかアジアへの侵略戦争をしたというふうに歴史では教えてる人。まあ、日本に原因があるんだと。じゃ日本の国内で言ってることを単に中国や韓国は言ってるにすぎませんから、ちょっと中国とか韓国の問題じゃないんじゃないかと。でこれについてはもう一回ちょっとお話をしたい件があるんですが、実は日本の国内っていうのはひどい状態なんですよね。ちょっと中国とか韓国に本当に言えるのかと。まあ、ここの表紙に1枚表を出しましたけども、これ見て中国とか韓国の人は何て思うんでしょうかね。これ参議院議員なんですよ。参議院なんですよ、これ。参議院の委員会で暴力を振るってんですよ、議員が。暴力を振るってんですよね。この暴力を振るってる写真が大っぴらに日本の新聞やネットに出てるんですよ。だけど日本は民主主義だって言うんですよ。参議院は良識の府だって言うんですよ。それで選挙が行われて、選挙に基づいて決を取ると、採決を取ると自民党が勝つんですよ。だからそれが嫌だと言って民主党が暴れたわけですよ。だけど民主党って民主主義なんでしょ。民主主義っていうのはちゃんとしてですね、議決してそれにみんなが従うっていうのが民主主義なんであって、民主主義っていうのはこういう議場で暴力を振るうことをもって民主主義って言ってるんでしょうかね。私はまずこの暴行を働いた民主党議員は辞職すべきだと思いますよ。私たちはプロレスラーを選挙で選んだんじゃないんですからね。やめてほしいと。この絶対やめてほしいですよ。恥ずかしいですよ、第一。ね、それで、またひどいことに、ここに福山さんかなんか映ってますが、この議決は無効だって言うんですよ。声が聞こえなかったって言うんですよ。これこそ悪質なマッチポンプですよね。だって、自分たちが騒いで、議決ができないようにして、怒号の中で、委員長が採決しましたと言ったと。当然聞こえないと。聞こえないじゃないか。いや、聞こえなくした本人が、これだけ証拠写真があるじゃないですか。これで議決できるんですかね、一体。これでもちろんね、新聞がまあ、朝日新聞を中心としてもうポンコツですからね、強行採決って言いますけど、絶対強行じゃないですよ。だって、2012年の総選挙で、自民党が国防軍創設を公約にして294を取り、それから日米の話し合いに入って、現実的には2014年の7月1日に閣議決定という形で政府が、提案するのは憲法改正提案せずに集団的自衛権だけ提案しますと言って、それから5ヶ月の余裕があって、2014年の12月に選挙があって291の自民党が取って、公約通りっていうか、自民党にとっては公約通り、政府にとってみればもう政府のステートメントになってますから、別に公約はいらないんですけども、まあ、公約通り衆議院に集団的自衛権を提案する。それで3ヶ月間国会で審議が行われ、ほとんど修正案も出ずに、まあ、一部修正されてますけど、修正出ずに衆議院で議決した。これを強行採決って言うんだったらば、何が正常採決なんですか。民主党は選挙で敗れても暴力で覆せるって言ってるんですか。で、国民の過半数が反対してるって言うけど、反対してるはずないですよ。だって、そんな世論調査よりか選挙の結果の方が正しいですよ。そのために選挙やってるんですから。我々は代議士を選んでるんですから。代議士の数で代議士の人たちの考え方の多い少ないで国政をやってくださいよって頼んでるのは国民なんですからね。国民なんですから。だから、まず、民主党はですね、とにかくこの写真を中国とか韓国の人に見せると恥ずかしいですからね。何やってんのと、日本は。
こんな暴力で物を決めてんのってことになるんで、まあ、即刻日本人としてのけじめをつけて、議員を辞任してもらいたいですね。こんな人ね、もう絶対に民主党の騒いだ人は議員としては失格ですよ。だって民主主義を信じてないんですから。民主主義を信じてないな人はね、参議院でしょ、おまけに良識の府。まあ衆議院のように政治的な駆け引きは そんなことしてせずに、じっくりとこの前だったら日本の安全というのはどう守るべきかという議論をして、静かなところで採決をし、なるほどそうかと。例えば自民党の議員でも安保法制に反対する人もいて、民主党の議員でも賛成する人もいて、それぞれの立場で参議院というものを構成する。これが我々国民が期待している参議院ですよ。だからこそ衆議院と参議院の二院制を取ってるわけですからね。まあそういう点から言っても全くまあ恥ずかしいというか、日本人もこういう姿を見せながら中国と韓国によく言いますよ。お前ら嘘ついてるとかなんとかって。日本人嘘ついてるじゃないですか。いや僕は実はね、ちょっと今準備してるのが、日本人って本当に二面性ないの？中国と韓国は有色人種だから、アジア民族だからバッシングしてるんですかと。本当にアメリカとかイギリスとかロシア、これと中国韓国と比べてなんか違いがどういうところにあるんですかということをちょっと聞きたいですね。それから日本政府自身もそうですね。ちょっと飛び跳ねますが、最近国連にですね、核廃絶の決議案が4本出ました。そのうち1本は日本の提案したものですね。オーストラリアの提案した核武装の提案はですね、日本の外務省が棄権をしました。なんで棄権したかというと、日本はアメリカの核の傘の下にいるから核廃絶はできないっていう理由ですね。あれ？と思っちゃうんですよね。核の傘の下にいるっていうのは平和憲法に反さないんですかね。だからもうその時々によってむちゃくちゃダブルスタンダードでもトリプルスタンダードでも使うっていうのは、これ日本じゃありませんよ。今日本が中国とか韓国を批判してるのは、彼らがダブルスタンダードとかトリプルスタンダードだとか事実と違う嘘を言ってるっつって腹立ててるんですけど、それで非難してるんですけど、それならまず自分たちの国を批判したらどうですかね。僕だったら自分がきちっとしてなければ他人は批判しません。私はもうさらに自分がちゃんとしてても他人を批判するときはよっぽど筋が通ってないと。他人は他人の考えがありますからね。もう日本なんか今アメリカにペコペコしてるじゃないですか。だからあっちにペコペコ、こっちにペコペコしてるっていう点じゃ韓国とあんまり変わんないような気がするんですよね。そういう点、少しこう静かに我々も考えてみる必要があるんではないかと思いまして、この表紙を出しました。この表紙を見て民主党の議員辞めろっていう声が出てこないっていうことはどういうことなんでしょうかね。まあ、結構日本社会も弱ったなという感じがいたします。